どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら、魔法石10個、スーパーゴッドエース開催です。誰が引くねん。おい、ちょっと待て。なんちゅうタイミングや、これ。どうした、いきなり。いや、今ね、もうマーベルコラボがさ、一番盛り上がってるじゃないですか。でも、めちゃくちゃ既存キャラも強化されて、マーベルめっちゃいいじゃん、パン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 みたいな感じの中で、いきなりスーパーゴッドエース新発言登場。誰が引くん、これ。びっくりした。ちょっと待って。おい、ちょっと待って。ねえ、俺や。これ俺に向けて開催してる。あ、俺向けのホットエースだ。魔法石10個で1回回すことができる石10個スーパーゴッドエース開催です。今日から、新フェス限、ごめんなさい、今回から新フェス限マーメイドサキバスが登場です。こちら金曜日、8月12日の金曜日12時から開催です。今回はガチャドラが的中するとレア素材の潜在玉ダラダメージ上限回復はイベントメダル2次なのがラインナップされたレア素材のおまけガチャを続けて回すことができるぞ。僕ね、本当に二次メダルが欲しすぎて、ジンギ流物語を無駄に回すっていう、愚行に出てるくらいには、本当に欲しいんですね、二次メダルが。なので、これはちょっとね、もう絶対にゲットしたいですね。これ絶対にゲットしたい。うん。これ、頑張りたいね。って思って、レア素材のおまけガチャ見たら、ラインナップこちら。スパの絵、ダイエットドラゴンフルーツ、古代の関心面、上限解放二次メダル。ええ加減にせえよ、お前。なにこれ。石10個使って、ねえ、ガチョダラ出てきて、内容が、スパネ、ドラゴンフルーツ、古代の三神面、上限解放20メダル。上限解放と20メダルだけにしてくれ!そしたら引いたのに。俺ら、おまけなんであれですけど、さすがにちょっとこれは、かす、ゴミ。スパネ、ダイドラゴンフルーツ、古代の三神面って、この価値ないじゃん。スパネなんてさ、すぐゲットできるし、ドラゴンフルーツも価値あるな、さすがにな。古代の三神面、入手手段は限られるけど、使い道がないからね。なんか、カスですね、これ。上限解放20メダルはいいと思います。はい。っていう感じの歌詞になっております。ただね、これね、ログインするだけでね、スーパーゴッドエース1回もらえますんで、ぜひね、皆さんログインはしてくださいね。3連、4連、5連ガチャダラかけてできて、マーメイドサキバスが実装されております。さあ、見ていきましょう。こちらになります。マーメイドサキバスの性能です。でん。まずは、変身前からですね、こちら。バインドスキルブースト6個です。スキルは99ターン回復ドロップが6で落ちてきて、変身が31ターンです。え、これ強そう。リーダースキル、回復2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が上。おい、見なかやん。わかったわ、見なかやん、これ。回復2コンボでダメージを半減、攻撃力18倍、2コンボ加算、回復タイプの HP が 1.5 倍です。見なかやん、これ。絶対見なかやん。変身を見ていきましょう。こんな感じです。でん。まずは覚醒から、バインド、指延長プラス、ツーウェイプラス、10コンボ強化3つ、水コンボ強化、ごめんなさい、水泥強プラス、闇泥強プラス、そして回復泥強プラスです。おい、これ本当にミナカじゃないのこれ。ツーウェイも持ってるしね。で、10強3つに水泥強もあって、火力は高め。スキル、1ターン、水と闇ドロップ強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。水と闇以外のドロップから回復ドロップを6個生成が2ターンです。はい。さあ、リーダースキル、こちらです。回復2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が24倍、4コンボ加算、固定1ダメージ、回復タイプの HP が 2.3。 ちょっと待って、え、回復タイプの HP が 2.3 倍、回復2コンボでダメージを半減。え、お前何、実質 HP 4.6 倍ってこと。え、イベルカーナー、イベルカーナーもっと高いわ。え、これ何、え、これすごいな。まず、ちょっともういろいろ話したいことしかないんだけど、そもそもですね、まずこの精霊リリースはゲットできなくてもいいです。基本的に使う場合はフレンドになるかなと思います。リラフレリリースで使う必要はあんまりないので、まあ一応最悪全然フレンド運用でもできるので、ガチャ引けない人はフレンド性能を想定してチェックしておいてほしいんですけど、回復2コンボ半減に攻撃20を目を込む、これ、それこそ陽気比と組み合わせても強いし、ミナカと組み合わせても強いし、何より実質 HP 4.6 倍なんで、耐久力バケモン。で、自身の火力は10強3つ持ちに 2A もあるので、火力も申し分なくて、ちょっとこれはとんでもないキャラが出ましたね、これ。とんでもないですね、精霊リリース。ぶっ壊れとかの域じゃないレベルで、耐久力 4.6 倍っていうのはすごいですね、これ。もちろん、水と闇を生成ができないので、76運用しないとはっきり言って弱いですし、使い勝手の悪さはありますけど、例えば、ナツルループと組み合わせて、回復欠損したらね、精霊リリースするみたいな使い方もできるでしょうし、これはもう、すごいっすね。すごいっす、これ。こんなぶっ壊れを、このタイミングで出す。それもすごい。それもすごい、本当に。
このタイミングでこんなぶっ壊れ出るのがやばいわ。間違いなく強いです。間違いなくぶっ壊れです。ってか最強、いや最強マジで。ふざけんなマジで。マーメイド武器です。回復タイプ追加、スキブ、チーム HP2 つ、水ゾロ強プラス、スキル20ターン、水と回復が少し落ちやすくなる、2ターンヘイスト、ゼンドロップ強化12ターン。ふざけんなマジで、いい加減にしろよ。いくらなんでも やりすぎだろ。これマーメイドに合わせるためにマーメイドに最強武器出したらマーメイド2体いるやん。じゃあマーメイド2体引くっていくらかかるんだよ。こんなやばいぞこれ。待ってこいつって星7よね。星7か。金いくらかかるんだこれ。 1.5% だから2体引こうと思ったらこれもう130回とか引く必要あるんでしょ。やば。でも普通に武器まで含めてぶっ壊れだわ。回復タイプ追加にスキブにチーム HP2 つに水ドロ強プラス2ターンヘイストって、これ武器もクソぶっ壊れですね。もう一個の武器です。こちら悪魔タイプ追加。え、押したいきなり。スキブ闇ドロ強、闇コンボ強化4つ。あ、じゃあ闇コンボ強化に闇ドロ強4つです。ヒロは20ターン、闇回復が少し落ちやすくなる、3ターンダメージ撃、属性吸収無効が15ターンです。え、めちゃくちゃぶっ壊れ武器やん。いきなりここでマーベルコラボに関与してくんのこれ。いきなりマーベルコラボ L の性能になるやん。やば。で、潜在弾の落下兵法とイベントまでがゲットできるようになります。はい、っていう感じです。マジでやばい。どうしよう、もうお金が無限に飛ぶんだけど、パズドラに。やば。でもね、一個いいところとしては精錬リリスはね、あんまりリダフルで使う必要性が感じられないんだよね、見てる感じだと。正直リダフルで使うんだったら別にフレンドだけでいいかなって感じはちょっとあって、リダフルも強いけどね、めちゃくちゃ強いけどね。リダフルが一番強いか俺もしかしたら。あ、リダフルが一番強い気もちょっとしてきたな。これリダフルが一番強い、もしかしてリダフルか、これリダフルだな、これリダフルやね。だってリダフルで 4.6 倍の7色爆撃。あ、リダフルやね、これ。あ、リダフルやわ。あ、もうお金がすごい。あ、もうお金が無限に飛びます、これ。でも本当に、ただただぶっ壊れ最強チートです。もう、引くことはお勧めしないですけど、まあ、僕は絶対にちょっと引きで、動画では紹介します。その上で引くかどうか皆さん考えてください。もう一つだけ言えるのは、間違いなくぶっ壊れ最強チート。これが精錬リリースですね。ただ、まあ、一応ね、これ、キャラ性能を見てぶっ壊れチート最強は間違いないんですけど、一個しておいてほしいことがあって、別にこのキャラがぶっ壊れ最強チートだからといって、正直このキャラを無理に引く必要はありません。これなんでかっていうと、環境最強チートだとしても、現状使うダンジョンがないからです。これめちゃめちゃわかりやすい話なんですけど、例えば100式やろうと思った方、別に芝ドラあればループで周回できますよね。じゃあ、裏田次元やろうと思った方、別に耐久力なんてこんないらないんです。多色で耐久力一定以上上げて、あとは火力で殴っていこうが楽に勝てるんですよ、実際。ね、裏田次元やる外で考えると。だから、結局このセイレリレスが強いっつっても、使うダンジョンなんてないんですよ。だって、HP2.3 倍半減なんでなくてもいいんだから。ね、今実際もうクラピカとかね、いい例だと思うんですけど、裏田次元実際無双してるじゃないですか。だから、こいつ自身はぶっ壊れちゃうと最強なんですよ。それは間違いないんですけど、別に無理にゲットしなくても大丈夫なんで、そこはね、安心していただければなと思います。はい、まあ、という感じがね、今回スーパーゴッテスの新キャラ情報でした。もうなんか今日情報盛りだくさんで喋るだけで疲れてるんですけど、この後使ってみた動画いっぱい上がるんで、ね、そちらもチェックしてください。じゃあ、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。